ねえねえ、マリサ、どうした？霊夢。さっき頭に突然、サイン、コサイン、タンジェントって浮かんだんだけど、これってなんだっけ？ああ、それは数学でよく使われる、三角比、と呼ばれるやつだな。ああ、岩を削るやつね。それは削岩機だろ、そうじゃなくて、三角比、だ。そうそう、思い出したわ。三角比で思い出したんだが、通常ではありえないはずのサイン x イコール2という方程式が、実は成り立つという話があったな。通常ではありえないってどういうこと？普通は成り立たないんだが、視野を広げることで、それが成り立つようになるんだ。なんか、面白そう。それなら今日は、サイン x イコール2、について解説していこうか。土文系の私にもわかりやすくお願いするわ。まずは、サイン、コサイン、タンジェントについて、これらがどういうものなのかを解説しよう。三つとも聞いたことはあるんだけど、いざ定義を聞かれるとわからないわ。その定義を、直角三角形を用いて説明していくぞ。ここに、直角三角形 ABC を用意する。角 A の反対側の辺を A とし、同じように B、C を定義するんだ。角 A と繋がってない辺を、A とするのね。この時、sin A イコール C 分の A、cos A イコール C 分の B、タンジェント A イコール B 分の A が成り立つぜ。文字がややこしくて、覚えられなさそう。初めて聞いた人は、簡単には覚えられないと思うから、覚え方の例を紹介しておくぞ。サイン、コサイン、タンジェントの頭文字、S、C、D の筆記体を、着目する角に合わせて、このように書くんだ。各方向のまま、分母、分子の順だと考えると、さっき言ったサイン、コサイン、タンジェントの定義がわかるぞ。S の場合は、こっちからこっちに向けて書くから、直角三角形の斜辺が分母で、A の方が分子になる、ということかしら？そうだぜ、筆記体を書き始める方にある辺が分母で、書き終わる方向にある辺が分子なんだ。これなら、覚えられそうね。今は角 A を基準にして考えたが、角 B の方を基準として考えると、筆記体はこのようになって、サイン、コサインが角 A の時と逆になるんだ。さらに、タンジェントは角 A の時と、分子、分母が逆転するぜ。なるほどね。ここからは、サイン、コサイン、タンジェントのそれぞれを結ぶ、主な公式をいくつか紹介していこう。一つ目は、これだ。ここでは、角度をギリシャ文字のシータで表しているぞ。答えが1になっているわ。この式は、サインの2乗と、コサインの2乗の和が、1になる、ということを表しているんだ。綺麗な数式ね。ちなみに、サインシータの2乗を表すとき、シータの右上に2を書かずに、サインとシータの間に2を書くことが、数学でのルールとされているぜ。あら、そうなのね。でもなんだか違和感があるわ。シータの右上に2を書くと、2乗がサインシータにかかっているのか、シータにかかっているのかが、わからなくなってしまうからな。どうしても右上に書きたいのであれば、サインシータを括弧の中に入れれば OK だぜ。これなら、サインシータにかかっていることがわかるわね。二つ目の式は、これだぜ。タンジェントは、コサイン分のサインで表すことができるんだ。この式を見れば、サインとコサインとタンジェントの関係が、一目瞭然ね。さっきの定義を考えると、サインシータを C 分の A、コサインシータを C 分の B で表すことができるから、分母に C 分の B を、分子に C 分の A を代入できる。ここで分子、分母に C をかけると、B 分の A となるんだ。あ、タンジェントの定義と一致しているわね。そうだぜ、3つの定義から、この式は証明できるんだ。3つ目の式は、タンジェントとコサインの関係を表した、この公式だぜ。これについては、主な説明はしないが、知っておいてくれればいいぞ。今解説した、サイン、コサイン、タンジェントを使った関数のことを、三角関数、と言うんだ。龍角散？それは喉飴だろ。三角関数は、画像のような、原点を中心とした半径1の円の中で考察されるぞ。範囲がかなり狭いのね。この時、横軸に X、縦軸に Y を取っている。まずは、円周上に点 P を取り、その座標を X、Y とするんだ。また、点 P と原点を結んだ線と、X 軸との角度を引いた、線の長さを R とするぞ。この時のサインシータは、赤で色をつけた部分を直角三角形と考えると、この辺の長さが Y であるから、R 分の Y と表すことができるよな。そうね。また、この辺の長さが X だから、コサインシータは R 分の X と表すことができる。ちなみに、タンジェントシータは X 分の Y だな。ここで、この円が半径1の円だということを考えると、R イコール1であるから、X イコールコサインシータ、Y イコールサインシータとすることができる。ふむふむ。つまり、点 P の座標を、サインシータとコサインシータで表すことができる、ということだぜ。すごい、これなら楽に考えることができそうね。ああ、シータの角度さえわかれば、点 P の座標がわかるからな。ここで、シータイコール30度と仮定することを考えてみよう。図に表すと、このようになるな。この場合、点 P の座標は、コサイン30度、サイン30度になるのかしら？その通りだぜ。サイン30度は図の赤い部分、すなわち P の Y 座標になる。そして、サイン30度は値が2分の1と決まっているんだ。同じように、コサイン30度は図の青い部分と同じ値で、P の X 座標になる。コサイン30度も、値が決まっているの？決まっているぞ。コサイン30度は2分のルート3だぜ。
ここから、タンジェントシータイコールコサインシータ分のサインシータに、それぞれの値を代入すると、タンジェントシータイコールルート3分の1も計算できるんだ。この、決まっている値、っていうのは、30度の時だけなの？いや、そうではない。一応、どの角度の時でも値は決まっているぞ。三角関数を勉強していくには、その多くを覚える必要があるが、今回はその一例を表に記したぞ。これだけでも多いわ、私には無理ね。少しは頑張ってほしいけどな。先ほどの図に話を戻すと、今は右上の部分で話を進めていったが、これは左上、左下、右下でも考えることができるぞ。試しに、θ イコール210度と仮定して考えてみよう。210度ってなかなか聞かない数字ね。θ を210度とすると、点 P の Y 座標がマイナス2分の1、X 座標がマイナス2分のルート3だな。これは、それぞれサイン210度とコサイン210度を表しているんだ。逆に言えば、点 P の座標さえわかれば、この θ を特定することもできる、ということね。そうだぜ、理解が早いな。でも実は、三角関数では60度や210度といった、いわゆる、度数法、は使わずに、3分の π のような、弧度法、を使って表現されるんだ。弧度法って？弧度法は、180度を π として考える方法だ。例えば、180度の半分は90度だが、弧度法の場合、π の半分、すなわち2分の π で表されるんだ。他にも、45度は4分の π、60度は3分の π、120度は3分の 2π など、角度によって値が決まっているぞ。π って円周率よね？どうして π なの？ π を使っている理由は、円周の長さ、にあるんだ。半径が1の円を考えたとき、その円周を計算すると、円周イコール直径かける π の関係式から、2π だとわかるな。うん。つまり、180度までの円周は 2π 割る2で、π になるだろ？この π が、弧度法で表された π と対応しているんだ。つまり、弧度法では円周の長さを表しているのね。ああ、でも今回は、90度イコール2分の π だけ覚えておけば問題ないぞ。90度イコール2分の π ね、わかったわ。ここからは、y イコールサイン x のグラフについて考えていこう。今まで話してきた三角関数を、グラフに表していくんだ。そんなことできるの？細かい書き方などは説明しないが、y イコールサイン x のグラフは、横軸に x を、縦軸に y を取ると、このようになるんだ。なんだか、波みたいなグラフね。このグラフの特徴は、波のようなグラフになることと、原点に関して対称である、ということだぜ。そして、グラフをよく見るとわかるんだが、y の値はマイナス1より下にはいかないし、逆に1より大きくもならないんだ。確かに、マイナス1や1の時に折り返してる感じね。これは、サイン x がマイナス1から1までの範囲にしか解を持たない、ということを表しているぞ。あれ？でも冒頭では、サイン x イコール2となる x がある、みたいなことを言ってなかった？もしかして、嘘ついたの？いや、嘘じゃないぞ、落ち着け。確かに、グラフから、サインの値は1以上にならない、ということが読み取れるが、これはあくまで、実数、の世界での話なんだ。じゃあ、実数、じゃない場合は、サイン x がマイナス1より小さくなったり、1より大きくなったりするってこと？そうだぜ、今回はサイン x イコール2となる x について考えていくが、そのためには複素数まで範囲を広げる必要があるんだ。その、複素数、っていうのが、実数とは反対の概念なの？ああ、複素数というのは、a たす b i で表される数のことを言うんだ。i？ i は、虚数と呼ばれるもので、2乗するとマイナス1になる数のことだぜ。普通、符号がマイナスでもプラスでも、2乗すればプラスになるが、i の2乗はマイナス1になるんだ。まあ、感覚的に理解するのは難しいから、i の2乗イコールマイナス1となることだけ覚えていてくれればいいぞ。なるほど、覚えたわ、2乗すればマイナス1になるのね。そして、複素数 a たす bi の a を実部、b を虚部と言うんだ。b イコール0の時は、a だけが残って実数となり、逆に b ノットイコール0の時は、複素数になるぜ。この複素数が、sin x イコール2と関わってくるの？そうだぜ、ここからは、sin x イコール2の具体的な説明に入っていこう。もう一度確認すると、実数の範囲のみで考えた場合、sin x はマイナス1から1の間にしか解を持たない。しかし、複素数の範囲まで拡張すると、sin x イコール2となる x の値が存在するんだ。この時の x を求めていくぞ。まずは、どうするの？まずは、sin x および cosin x の、微分を考えていくんだ。ああ、微分ね。微分はわかるか？忘れちゃったわ。まあ今回は、sin x と cosin x の微分を知っておいてくれれば大丈夫だぞ。sin x の微分は、cosin x になるんだ。え、そうなの？そうだぜ。そして、cosin x の微分はマイナス sin x になるぞ。つまり、マイナス sin x の微分はマイナス cosin x になり、マイナス cosin x の微分は sin x になるぜ。sin x に戻ってきたわね。お、よく気づいたな。sin x は、4回微分を繰り返すことによって、sin x に戻ってくるんだ。さらにもう一つ、自然対数 e という数が数学にはあるんだが、この x 乗、すなわち、e の x 乗が、微分しても e の x 乗のままになる、ということも覚えておいてくれ。
微分しても値が変わらないなんて、不思議な気分ね。次の工程に進むぞ。次は、sinx を多項式で表すことを考えるんだ。式の形は、このようになるぜ。この式は、無限に続いているの？そうだぜ、sinx は、このような無限に続く式に変換することができるんだ。ここで、x イコール0を両辺に代入する。左辺の sin0 は0で、右辺の多項式も、x がある項は全て0になることから、a0 が0とわかるんだ。ふむふむ。続いて、さっきの式の両辺を微分すると、このような形になる。またしても、x イコール0を代入すると、今度は cos0 イコールの形になり、cos0 は1だから、a1 の値は1だとわかる。このような操作を、無限に繰り返していくと、sinx はこのような式に変換することができるんだ。このびっくりマークは何？これは、階乗、といって、1からその数までを全て掛け合わせる、という意味だ。そして、このように sinx を展開することを、テイラー展開、というぞ。cosx も、同じようにテイラー展開できるの？ああ、できるぞ。cosx をテイラー展開すると、このようになる。sinx は階乗の部分が奇数で、cosx は偶数になる、という特徴があるな。さらに、e の x 乗をテイラー展開すると、このように、階乗の部分が自然数になるぞ。全部似ているのね。ここで、e の x 乗の x に ix を代入すると、式はこのように変形できて、i の2乗はマイナス1、i の3乗はマイナス i、i の4乗は1であるから、偶数の部分は i が消えて、奇数の部分では i が残る。これを、i がある部分と、ない部分でまとめると、ここが cosx、こっちが sinx を表すんだ。ああ、そういうことね。よって、e の ix 乗イコール cosx 足す i sinx となる。これを、オイラーの公式、というぞ。途中は全然わからなかったけど、だいぶ綺麗にまとまったわね。ここからも難しいから、すべてを理解しようとせずに、気軽に聞いてくれ。e の ix 乗の x を、マイナス x に変えて、e のマイナス ix 乗を考えていくぞ。x をマイナス x に変えたから、cos マイナス x と sin マイナス x を考える必要があるな。これらは、cos x とマイナス sin x になるんだ。cos は符号が変わらずに、sin はマイナスがつく、ということね。つまり、e のマイナス ix 乗の式では、sinx の符号のみマイナスになる、ということだぜ。ここで、e の ix 乗の式から、e のマイナス ix 乗の式を引くと、cosx が消えて、sinx と e の関係式ができる。2i を移行して、sinx イコールの形に直すと、このようになるんだ。霊夢、今回の計算の目標を覚えているか？え？なんだっけ？ sinx イコール2の x を求めることだ。つまり、この式が2となる場合の x を求めればいいということになるぜ。なるほど、これならサインもコサインも消えたから、簡単にできそうね。両辺に、2i の ix 乗をかけると、式はこのようになる。ここで、中学時代に習った、解の公式を使うぜ。やっと、知ってる単語が出てきたわ。解の公式を使って計算すると、e の ix 乗イコールカッコ2プラスマイナスルート 3i となるんだ。次に、両辺の対数を取るぞ。対数に関しては、過去動画で何度か解説しているから、もしわからなかったら参照してみてくれ。対数を取ると、式を ix イコールの形に直すことができるんだ。もしかして、そろそろ終わる？まあそうだが、終わるのを心待ちにするな。対数のこの部分の掛け算は、足し算に分解できるから、式はこのように変形できるぞ。すると、log i というものが出てくるんだ。虚数の対数ってこと？想像もつかないわ。ここで一度計算過程から若干逸れて、log i を考えていこう。ここでも、オイラーの公式を使っていくぞ。e の ix 乗の x に、2分の π を代入するんだ。cos2 分の π イコール0、sin2 分の π イコール1から、e の i×2 分の π は、i ということになる。ここで、2分の π は n を何周しても同じ値が得られるから、2分の π 足す 2nπ に形を直しておくぞ。片方はややこしいのに、もう片方は i だけなのね。ここで両辺の対数を取ると、log i イコールの形にできるんだ。よって、log i イコール i カッコ2分の π 足す 2nπ だぜ。sinx イコール2の計算に戻ると、ix イコールログ2プラスマイナスルート3足すログ i から、ix イコールログ2プラスマイナスルート3足す、i カッコ2分の π 足す 2nπ となる。ここで、この式を x イコールの形に直したいんだが、どうすればいいかわかるか？この i を消したいのよね。i かける i がマイナス1なら、マイナス i をかければいいんじゃないかしら？お、正解だぜ。両辺にマイナス i をかけるんだ。すると、式はこのようになり、実部と虚部に分けることができるぞ。最後に、ログ2プラスマイナスルート3を、プラスマイナスログ2足すルート3に変換できることを使うと、式は x イコール2分の π 足す 2nπ プラスマイナス、i ログ2足すルート3とすることができる。これで、sinx イコール2の計算は終了だぜ。長かったわね、1% も理解できたか怪しいけど。まあ、細かい証明はわからなくても問題ないぜ。ただ、x が実数のみの時は、sinx の値がマイナス1から1の中にとどまるのに対して、複素数まで考えを広げると、その範囲を超えることができる。
ということを理解してくれれば嬉しいぜ。なるほど、興味深い話だったわ。さらに、オイラーの公式は、数学や物理学を勉強する上では必須の知識だから、これを機に覚えると、自分の中の数学の幅が広がっていくと思うぞ。とにかく、オイラーの公式だけは覚えるようにするわ。というわけで今回は、sinx イコール2、について三角比の概要から、その証明まで解説してきたぜ。実数から複素数まで範囲を広げることで、式が成り立つようになるなんて、驚きだったわ。違う視点で物事を考えてみることで、新たな考えが浮かぶようになる、ということだな。そのサインを、逃さないようにしたいわね。サインだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。もっと視野を広げたい、と思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。